こんにちは、ズッチマテでございます。本日は何をしていくかと言いますと、ズッチこの前中国に行ったんですけども、中国メイクが可愛いと思っちゃって、たくさんコスメも買ったんですよ。購入品紹介の動画はまた後日出すんですけども、今回は中国メイクをしていこうと思ってて、今ねこの時期もう皆様大好きな9点メガ割り、はい、9点メガ割りの上位に入ってるものといったらもう皆様わかりますよね、ヒンスです。しかもさ、今回のヒンスのメガ割りのセットがすごくて、まず見てこのデニムのポーチ、可愛すぎない？これはヒンスのメイクポーチなんですけども、すごい持ちやすいですね。小顔で有名なズッチよりも小さいです。ごめんなさい、うざいよね。これを開けると、まずは新商品のクッションファンデが入ってて、次に最近話題の美人チークが入っていて、こちらのリップ2本とミラーも入ってんの、すごすぎない？ちょっとこれは驚きなんですけども、本日はこのヒンスの商品と中国で買ったコスメを使用しながらお化粧していきたいと思います。はい、ではお化粧を始めていきたいと思います。まず下地はですね、いつも通りナーズの下地使っていきます。今回のファンデーションがマットタイプなファンデーションなので、このねナーズの下地ともすごい相性が合うと思うんですよね。ではですね、お次にヒンスのクッションファンデ使っていきたいと思います。で、皆さん見てください、こちらのファンデーション、パッケージは普通のクッションファンデーションっぽいんですけども、よく見るとねメッシュタイプになってるんですよ。メッシュタイプってズッチの経験上ツヤっぽいイメージがあるんですね。でもこのファンデーションはマットなんですよ。なんかすごい新しい感じですよね。一旦こっち版画をつけてみたいと思います。おお、これはズッチの好きな質感ですね。ヒンスのファンデってさ、やっぱりそのカバー力だったりとか、あと色持ちでものすごく人気だから、ズッチ大好きなんですよね。たまに今でもねクッションファンデですっぴんっぽく歩きたい時は薄塗りでちょくちょく使ってます。やっぱりさ、ファンデつけるからにはさ、夏に向けてメイク汚れって結構気にするじゃないですか。なんとこのファンデーション48時間持続テストと48時間アンチダーニングテストを完了してるの、すごくない？48時間ってさ、丸2日なわけ。丸2日メイク落とさなくてもこの肌で入れるってさ、まあまあすごいと思うの。どうでしょう、今こちら側版画をつけてみたんですけども、この質感の違いが結構わかりやすいかなっていうふうに思いますね。結構ね塗りやすい、しかも程よくカバーしてくれる感じがね、ものすごいズッチは好きですね。いい感じ。ではこちら側申し上げていきます。マットなファンデーションってパウダリーなファンデーションが多いからムラとかにもなりやすいから、つけるときにねコツが必要なんですけども、このファンデはすごいつけやすい。はい、全顔塗り終わりました。こんな感じですね。うん、結構好きですね。このねマットすぎない感じが本当に非常に I love it でございます。可愛い、綺麗、赤ちゃんのお肌みたい。毛穴とかもこんな感じで結構カバーしてくれるんですよね。お次に眉毛ですね、描いていきます。眉毛はですね、ひとまずブラウンにしていきます。やっぱさ、実際に自分の目で真実を見ることってものすごいズッチは大事だなと思ってて、自分の思っているより中国のね綺麗さと近未来さがものすごいの。自分の思った中国と全然違ったんですよね。ちょっとねオーストラリアに似た感じの場所でした。ズッチは広州っていうところに行ったんですけども、すごい発展してましたよ。場所によっては街全体が干物臭い場所とかもあったんだけども、ズッチ中国大好きになった。コスメもとかもたくさん買ったんですよ。今日やるメイクが初めてだからどんな感じになるんだろうっていう風に思うけど、まあおそらく今日のズッチも可愛いです。もうさ、この動画上がってる頃には Vlog 出てるのかな、出てないかな。中国の Vlog と購入品動画ほんと楽しみにしててください。中国行く数日前とかにインスタライブとかしてて、 Vlog 載せますねみたいに言ったら、行政的なのが結構厳しいから街とかも撮れないですよっていう風に言われたんですよ。一緒にアテンドしてくださった方も全然街撮っても大丈夫ですよって言ってくれてたから、本当に素敵な街並みをねちょっと皆様とシェアしたいからさ、 YouTube 載せさせてください。中国メイクって強いメイクが多いので、目尻もしっかりとドワッと色をつけちゃいます。あ、そうそう、あとずっと中国行って思ったのが、中国のコスメショップの美容部員さんが可愛すぎる。真っ赤なアイシャドウとかマブルーのアイシャドウとか使ってらっしゃる方も結構いて、すごいね色で遊んでる感じがあってね、ものすごい可愛かったの。あとメイクがみんなうまい。もうズッチはね今日ありえないぐらいキラキラしてるから、いつものさフル装備とはまたちょっと違うこのギラつき具合、結構可愛いですよね。この感じもラメっていろんな種類があって、シマー系があって、小粒なラメがあって、大粒なラメがあって、グリッターがあって、星があると思うんですよ。ズッチがいつもフル装備で使ってるラメは星だと思ってるんですね。今回は大粒と小粒がいい感じに組み合わさったこのラメ感がすごい可愛いかなって思う。ステチ可愛すぎ、もう可愛い、どうしよう。
もっと目尻を締めた方が可愛いかなと思ったので下まぶたに黒を置いていきます。よーし。そしたらアイラインを引いていきます。アイラインはこんな感じかな。いつもよりは短いですね。短すぎて違和感があるぐらい短いです。お、なんか可愛くなってきたんじゃない？これね、絶対つけまつげつけてめちゃくちゃ可愛くなるやつ。もうズッチこれ分かってる。下まつげはね、今回ちょっと束感っぽいまつげにしていこうかなって思ってます。え、待って、今聞いた？でも誰か叫んだよね。大丈夫そう？おかげでミスったけど。部分まつげつけようかな。そういう問題じゃないかな。まあ、いっか。多分どうせ可愛いです。はい。カンチャカチャンカンカチャンカチャンカカンチャカチャンカカチャンカチャンカ。ではですね、一旦ちょっとバランス見てみたいので、つけまつげつけてみたいと思います。つけまつげってどんな感じになるかですよね。つけまつけたらおそらくね、可愛くはなるんじゃないかなとは思っているのですが、バランスが合うかどうかっていう問題。どうだろう？ぽい？ぽくない？ウィッグ被ってんきゃ分かんないよね。ではですね、お次ノーシャドウをつけていきたいと思います。ノーズシャドウはすこぶるがっつりとつけていきます。で、中国メイクって鼻のこの眉間の部分が結構狭いイメージがあるので、こう狭めにノーズシャドウを作っていきます。鼻を細くしてあげて、お、いい感じ。鼻ものすごい高くなった。ここで鼻の骨寄せですね、一旦終了しました。鼻の眉間の部分に明るさを出していきます。これも毎回言ってますね。無料プロテーゼです。うん、かわいい。いい感じ。この目頭のあたりにも明るい色をもう一度乗せていきます。お次ですね。9点目代わりセットに入っているこちらのチークを使っていきます。なんとこちらのチーク紫なんですよ。どういうことって。こちらのチーク、このね、パープのところがこんな感じで蓋がついていて、これね、クリームチークなんですよ。紫のチークって鮮やんと思うじゃないですか。実際につけるとですね、よいしょ。こんな感じで、わかるかな？この黄身を飛ばしてあげることによって、少しハイライト効果だったりとか透明感を与えてくれるんですね。なのでこのハイライトゾーンにこのパープルのチークをつけていきます。でもさ、いい感じにツヤ感が出るからさ、お肌に透明感出るのはもちろんなんですけど、なんかねちょっと健康的になるんですよね。こちらがクリームチーク使ってる方、こちらが使ってない方なんですけど、こちらの方がなんか立体的に見えません？紫のチーク作るってちょっとその発想がすごいって思いましたね。さすがヒンスだよな。で、他にもこのチークは4種類ほど色があって、ズッチの一押しはこちらのチークですね。これは紫っていうより小豆色なんですけども、もちろんこちらも同じ使い方はできるんですけども、まず色がこんな感じですね。で、パウダータイプの色がこんな感じの薄色になっております。で、こんな感じで2色レイヤリングしてあげても自然な血色感みたいな感じで、結構この色もズッチ好きです。他にもこちらのチークは4タイプあって、ズッチこちらの色も一押しです。こちらのクリームタイプのチークはこういった感じのお色になっております。そしてパウダータイプの色がこんな感じです。ものすごくナチュラルな色味ですね。で、単色として使ってあげるのもいいんですけども、こんな感じでレイヤリングして使ってあげて、オレンジっぽいような健康的なお肌にこちらは仕上げてくれます。このチークさ、一つで3つの役割を果たせるってまあまあ優秀ですよね。ではですね、お次こちらのパウダータイプ使っていきます。パウダータイプのチークでこの頬骨の上のところに色をつけてあげます。色味もね、ものすごいふんわり柔らかく乗ってくれるから、つけすぎることがないからすごい安心安全です。チークつけるとこんな感じですね。これさ、美人チークって言われる意味がものすごいわかる気がする。これ一つ持ってるだけでさ、お仕事あとご飯行く時とかレイヤリングしてあげるだけでディナーっぽいメイクになるから、結構使いやすいですよね。革命的だと思う。顎先にもチークを乗せていきます。あとは鼻チーク。リップがヒンスのスリムフィットリキッドベルベットをつけていきます。唇立体感出していきたいので、まず1色目は唇全体にアリュールモーメントをつけていきます。で、2色目を陰影出しとしてカムクローサーをつけていきます。他にも注目カラーとしてこちらディライティドオレンジ系のカラーですね。あとブルーミーというこのすごい可愛らしいピンク、よかったらチェックしてみてください。まずは唇全体にアリュールモーメントをつけていきます。で、ズッチはこの下唇がねポテってしたのが好きなので、下唇も結構オーバーめにつけていきます。うん、可愛いんじゃない。そしたら上唇にちょんちょんってつけてあげて、あとは指でぼかしていきます。この色可愛い。
すごいメイクに合ってる気がします。ではですね、もう少し陰影を出していきたいので、この唇の内側に2箇所ちょんちょんってな感じで色をつけてあげて、あとはこの下唇の内側にもつけていきます。そしたら下唇は指でぼかしてあげて、上唇も指でぼかしてあげます。ほら、そうするとなんか唇がキュインって可愛い唇になったと思います。ではメイクが完成しましたので、今からウィッグとお着替えをしていきたいと思います。いい感じなんじゃない？素敵？可愛い？可愛いですね。可愛いね。今回ね、こんな感じでメイクしてみたんですけども、9点目変わりの、ちょっとお話をさせていただきたいんですけども、先ほども紹介した通り、こちらのポーチの中に、こちらのレイヤリングチークと、マットのタイプと、ツヤのタイプのリップと、新商品のマットファンデーション、あとはこちらポーチと同じタイプでミラーもついてますね。このセットすごいよね。しかも値段がこれ全て税込みで 11,630円なんですけども、目替わりクーポンの 20% オフと自社割引の 20% オフで、なんとですよ皆様、7,440円なの。え、ちょっと驚きました。最初これ見た時、そりゃあさ買うよね。しかもさ、ヒンスってメガリ商品の中でも結構上位ランクにいるから、ヒンスのメガリ商品はやっぱり毎回すごいなっていうの思います。よかったら下の概要欄から皆様ぜひぜひチェックしてみてください。というわけで、本日の動画が面白いと思いましたら、高評価とチャンネル登録をお願いいたします。あと SNS のフォローもお願いいたします。それでは皆様また次回の動画でお会いいたしましょう。バイバーイ。